皆さんこんにちは。ザン2024後期関東 A1 リーグ、本日は11回戦の対局をお届けいたします。実況引き続き私をというと、解説に現在の加藤博さん来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は対局メンツを前回から引き継いで、てんこ盛りラーメン太郎丸脇以上の3選手での対局をお届けいたします。前回は、てんこ盛りが僅差の戦いを制してトップ、そしてラーメン太郎丸さんがね非常に堂々とした戦いぶりで、最後2着を逆転しての、初放送対局と、非常に充実しているんじゃないでしょうかという3選手の対局でございます。さあそれでは選手の方は準備ができているようなので早速対局を開始したいと思います。よろしくお願いします。ザンリーグ新規会員募集中、詳しくは概要欄から。さあ一礼して対局始まりました。ザン関東 A1 リーグ11回戦、今回はラーメンさんのチーチャスタート、なんちゃにワキ、シャーチャにてんこ盛り以上の並びでスタートしました。トン一曲ドラワスーピンです。おー、ラーメンさんがカーカのかなりいいですよ。かなり高級のハイパイを手にしました、対してワキ少し苦しいハイパイ。そしててんこ盛りはチュンが統一で今ドラのスーピンと花ハイを引いてきたところです。ここも悪くないですね。ちょっとワキが苦しいかなっていう感じですが、まあこの後のツモ次第ですかね。さあてんこ盛り一面つ完成してチュンが統一なので泣いていくこともできますね。はい、そうですね、まあ、これ泣くかどうか結構注目するところでしょうか。本店のカウンサーカウンソン取るかどうかですかね。あ、これ出そうです。チュン脇から次です、から、はいはい、次出そうですね。ただラーメンさんがイシャンテンなんでリーチかかりそうなんですよね。これ引いてきたのは9ピンかな、はい、もうこれでいつも見える形、はい、あ、これで出そうです。出そうですね。これチューン泣くかどうか。あ、まだ出ない。あ、じゃあ次ですかね。そうですね。うーん、ポンステのカンウーソーってなんか待ち悪いし微妙だなってなんか僕ちょっと思っちゃうんですよね。ですね。出ました、泣かない。泣かない。なるほど。そして面前、お、面前のカンウーソーならどうだ。リーチといくか。白ポチ見てないからリーチいきそうですね。考えてるってことは外すということか。外す。おお、重厚。こけしこ。チュンもポンせず、カンチャンテンパイもソクリーもせず。すごいですね。これまた新しいキャラが出てきましたね。こけしこの。てんこ盛りさん。あ、でもこれウソ切られますよ。あー、なんと。これ多分リーチって言ってても嘘切りそうなんで同じ気はしますけどね。なんという巡り合わせ。ただ後手を引いたてんこ盛りももちろん後継イーシャンテンですので追いつくチャンスはある。カンニャンピンは山に1枚ですね。なるほど、ちょっと薄い待ちになってます。これ脇はどうしますか。さすがに受けますかね。これはまあ受けますか。シャーシャーな気がします。シャーシャーと行くか。まあ、ソーズ切る手もありますか。ああ、なるほど。現物の。これはあと、リャンピン1枚の白ポッチが1枚ですか。チートイーシャンテン。何切りますかね。現物の嘘か。あ、完全に抜きましたね。もうチートイだけってことか。ん、これはあれですね。あ、今ちょっとまあカメラの位置でどこに置くかですね。はい、まだ言っても初めての放送対局なんで、若干緊張しつつという感じでしょうか。ただてんこさんこれあれですよね、あのリャンピンも切る気ないんで多分普通にピンズの周りでもう1メート作ってリーチ打ちそうですよね。宣言牌がパーソンになりそうです。脇はチートイツで粘ると。あ、まあここまでか。ここまで諦めましたね、手配が無筋だけになってここで撤収。はい、ここはとりあえず筋のパーソン。おー、リャンピンいた。リーチツも一気通貫。ドラカーかドラ花。お、8本まで折れたぞ。倍満12000ゴール。
いいですね。ラーメンさん好調なスタートを切りました。対しててんこ盛りさんはあのカウンソリーチいかなかったことをどう思ってるかって感じですかね。そうですね、まあ、本人のねなんかスタイルとしてあれがもう染み付いてるんだったらなんか、まあ、なんとも思わないでしょうけど、まあまあまあそういうこともあるよねと、あるねっていうことですね。いう感じでしょうかね。さあレンちゃん一本場、今回はドラガリアンツオです。脇が花を2枚抜いて、まあまあまあそれなりに整っているか。てんこ盛り白統一ですが、ちょっと形が苦しい。今回なんかみんな悪いですね。この後のツモ次第って感じじゃないですか。ですね。全員自敗が一種類ずつあるみたいな。ええー。てんこさんだけ、白が統一でみたいな形ですよね。そうですね。まあ、とりあえず自敗切り終わった頃にどういう形になっているかといったところか。なんでちょっと決着の順目が遅くなりそうな感じがします。とりあえずは2人ともというか3人とも自敗の整理をしてっていう感じですかね。感じになりそうですね。いや自敗整理が終わらんよって言いながらみんな自敗をつもぎってますね。自敗をひたすら自敗を切っていく。お、しかしこれはいいカンパーピンか。スーチーソーカンローピンのイーシャンテン。ラーメンか、ね、ラーメンさんのイーシャンテンです。はい。まあ、一応トンの受けもありますがという感じですが、あ、これで広くなりました。これはラーメンさん圧倒的じゃないですか。ちょっとあれですね。ラーメンさん結構いいですよ。結構いいですよ。戦えてます。戦えてる。いや結構この A1 上がったばっかりって緊張して戦えない人多いんですよ。それで結構そのまますぐ一気で落ちちゃったりっていうのも全然あるんですけれども、はい、ラーメンさんは全然、はい、戦えてるなと見てて思います。まあ確かに、まあこのザンリーグも始まった頃はみんなねさ初めてのリーグ戦で A1 リーグ集まってみたいな感じでみんな緊張してましたけど、なんかここまでを見てるともうなんか熟練者というかその慣れてる組がいるじゃないですか。いますいます。慣れてる組が結構いいプレーしてくるんですよね。だからそこかいくらぐらないといけないっていうのは確かにね初参戦、結構しんどいなっていう気がしますよ。確かにそうですね。これ多分また普通にテンパったらすぐリーチいくと思うんで、その時に2人がどうかって感じですが、あ、脇がでも地道にこう手を伸ばしていきますね。これは脇非常に受け入れが広いイーシャンテンになりました。てんこ盛りさんもこれ2ピン切ってイーシャンテンにするか、あ、そうしましたね。てんこ盛り2シャンテンですね。あ、2シャンテンですね、はい、失礼しました。完全2シャンテンっていうんですか、全部フォローが効いている形。脇の受け入れが広い。うわー、何それ。いや、こういうのね、脇関するんです。いや、わかります。絶対関する。絶対関する。もう考えてるフリーっすね、これ。関して、裏ドラ乗せて、なんで。絶対関する。関するでしょっていう。はい。幸運ですって言っといて、関しなかったら、それはね。でもこれ、あれですね。ラーメンさんにドラが3枚乗りましたね。あらあらまずいですよ。あらてんこ盛りさんもイーシャンテンになりました。お？あ、これなんだ？ん？なんか数アンコっぽい、三アンコみたいな。あれ今あれですね、ラーメンさんテンパイ外しましたか？テンパイ外しました。気づいてない？数層切れば関数ピンでのまあ役なしですけど。あ、気づいてない可能性ありますか？あ、これ今引き戻した。引き戻した。え？あれ？もうやめてるってこと？どういうことですかね。関数ピンだって別に悪くないっていうかションパイなんで町としてはいいですよね。親だし一刻も早くリーチしたいですよね。ええー、てんこ盛りをケアしているのか。あ、なんか受けてますね。そうですね。さ あその隙に脇来た。スーチーピン、アンカンリーチが入った。自称豪運、自称豪運。てんこ盛りもスーチーピンだぞ。うん、スーチーピンの引き合いですね。さあドラ一発目。おお、この男強っ。リーチ一発つも赤赤リャンゾーとチーピン花花9本かな。1234567ですね。裏一8。え、トリプル、ええ1234567
6、あ、そうですね、倍満、まあ、ですね、倍満の2枚ですか、1本足らずか、一発裏で2枚オール、引き勝ちました、マッキー勝ちましたね、自称後、やっぱ自称じゃないですね、自称じゃないですね、伊達じゃないですね、伊達じゃない、あらららら、俺はついてるって常々言ってるんですけど、これは確かについてんな、うん、ついてんなら勘しないとね適当になってきたなさあ脇の親番です、ドラがトンですね、脇2メンツ完成しています、おてんこ盛りも形がいいでも今どうだったんですかね、あのラーメンさんが関数ピンでノータイムでリーチって言ってた時に、はい、脇とかあとはてんこ盛りさんが押し返せたかっていう全然違う局面になってたかもしれないですね、まあ可能性はありますね、うんうん、まあ、何か意図があってテンパイ外しをしたのか、あるいはちょっと気づいてなかったのか、うん、もしくはその関数ピンっていうのがもう結構まあ街としてあまり良くないと本人が思ってたのかどちらかですかね、うんうんうん、それはなんかこの後のプレースタイルとかを見ていくとなんか分かってきそうな感じがしますね、うん、はい、まあ、結構後継志向なのかもしれないですね、うんうんうん、うん、お脇いいですよ、いいですね、ヘッドレス想像の想像の受け入れが広い形、あ何を引いた、スーピンだ、ここでパーソー急走、うん、ピンズの形が三面ちゃんになります、リャンウピンスーピン、てんこ盛りはくっつきの候補を残したい、ただドラガのトンをねどこで切るかみたいな話なんですよね、難しいですよね、はい、脇に泣かれたくないとかそういうのもあるんですよ、脇はもう両面と、三面ちゃんのイシャンテと、あここでトン切りましたね、さあこれでてんこ盛りも三蔵チーソーのくっつき掃除すべてで転廃する形になっています、はい、脇とてんこ盛りが広いイシャンテン転廃だ、おーいい数層、両ウソー祭で先制リーチ、両ウソーですね、はい、ラーメンさんも少し形悪いですがイシャンテンにはなっています、脇が追いつくか、追いついた、おおそれ、え、スーピンは大丈夫なんですよね、はいはいはい、スーピンはまあ当たんないですね、うん、あオープンする、オープン、おおこれまたリャンウソ引き合いですよ、あっほんとだ、リャンウソ引き合いですね、面白いですね、リャンウソって何枚いるんですか、リャンウソはね引き合いなんでめちゃくちゃいますね、これ12だから1、2枚、え2枚6枚6山、さあどうだ脇一発目、自称幸運、自称幸運、あ惜しい、ローソーか、そしててんこ盛り、いない、白ポッチがないんで純粋に5枚の引き合いですね、はい、あリアンソー来ました、あと4枚、うん、あ違う、今12、今3枚だから、これで5枚ですね、あこれで5枚、うん、さあどうだ、ツモ番が先にある方が有利、今度はてんこ盛りのターン、今度は脇そろそろ決着しそう、自称号運対どっちが勝つか、はいあ、また吸収しました。なんと、使い切りあるか？ただこれ、イーソー数層って切らないとダメですよね。それはちょっと、てんこ盛りに通ってないんでね。うん、てんこ盛りに通る範囲だと。4切りましたあ、4切った。あ、これ勝負か。あ、リャンゾーアキラ！自称ゴン。自称ゴンがかった。リーズもオープン。赤、オープンで漫画にしていく。漫画にしましたね。6000オールの上がりです。さあこれで脇トップ目に浮上しました、レンチャン2本場、ドラはリャンピン、おおそのリャンピン右端に2枚あります、結構良くないですか、いや結構いいですね、あでも他の形があまあそうですね、まあ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 、うん、役配が統一なのが若干いいかといったところか、もう脇9ピンから打つんですね、なるほど、うんうんうん、いいマンじゃないと、まあ、ここでいいわか、ブロックは揃っています、そしててんこ盛りもかなり形が良さそうだ、ラーメンさんは具形が多いのでここを埋めていければといった感じか、トンとチュン泣くんですかね、なんか泣きそうですけど、うん、なんか結構素直にというか、はい、これはなんか普通に仕掛けていきそうですね、
A、トントチューンって結構いるんじゃないですか。トントチューンはてんこ盛りがチューン1枚なのでこれが出そうで、はい、でポンしますと、はい、なるほど。で両面カンジャンのイーシャンテと、うんうんうん、やっぱりこういうのがなんか王道というんですか、なんか。まあそうですね。普通っていうとちょっとあれかもしれないですけど、まあでも普通はこう。まあまあ一般的な、はい、打ち方だなと思います。ええー。なんかね、ちょっと、泣かない人とか。そう、なんかちょっとあの、A1 リーグ、あの、ちょっと変わった人が多いんで。でも変わった人がね、なんか多いんですよ、さっきから。でもやっぱりなんか、あれですよね、視聴者の方が、その、例えば3人マージャン勉強したいなみたいになった時に、やっぱりこのラーメンさんみたいな打ち方を見ると、まあ、なんだろう、王道の打ち方が身につくというか、まあそうですね、身につくんじゃないかなと思います。お、脇も泣き返しました。泣き返しました。ペーポンしてイーシャンテン、チーピンを切ってイーシャンテンに受けましたね。これてんこ盛りさん難しいです。あ、酸素空切りとしましたか。はいはい。貫通。これはね、パーソー急走です。パーソー急走ですか。はい。勘はやりすぎ。さすがに。さすがにやりすぎです。さすがにやりすぎですね。いくら脇と言えと。脇まえてるところはちゃんとね。そうですね。これはどうですか。いやー、どうですかね。これちょっと勘ありじゃないですか。うん、ちょっと勘ありですけど。あ、でも、あれか、急走が2枚切れてるんですね。あ、まあまあまあ、そうですね。うん、じゃあ、こうか。上級ピンリーチ入りました。お、てんこ盛り、これ先制リーチ。ローピンは脇に4枚、9ピンが場に2枚、残り9ピンが2枚。対して関数ピンってあと1枚しかないんですよね。しかもまだテンパってないんですね。テンパってないですね。ウーソーはんーちょっととても切れる牌じゃないか。あ、リアンソーから来ました。捨て牌の三蔵三蔵を見てですかね。ああ掴んだ。こういう時に脇がこの9ピンを打つのかは結構興味ありますね。テンパイした時に。あ、関数ピンテンパイです。ラーメンさん関数ピンです。あ、白墓地がなくなって関数ピンも1枚かな。1対1ですね現状。はい、3ピンドム筋いった。いってる。ええー、ああ、結構言ってましたね。もうこれ、ちょっと切れる範囲なかったですね。まあ、切れる範囲なかったですね。さあ、リーチ、イーペーコ、赤赤、花、裏裏、あ、もっと裏裏。1万2000は、1万3000の裏裏でチップ2枚。吹き抜か。リンシャン見てましたね。リンシャン見てましたね。ちょっとあの、よろしくない。よろしくないかもしれないし、多分感じてたら、リンシャンがなんであれ、キュピンで放銃なんで、結構ひどいことになってましたね。面白いな、この男。さあ、トンラスです。親番はてんこ盛り、ドラガローソー。そのてんこ盛りのハイパイ。めちゃくちゃ良くないですか。いいですね。これいい部類です。赤赤、厄介も統一。まあ、ラーメンさんは。悪くないです。こちらも赤赤、はい、そしてワッキー、まあまあ悪くはないですか。悪くはないです。あの、まあ皆さんそれなりに悪くはなくてっていう感じですけど、まあ牌の並び的にはね、一番いいのは多分、てんこ盛りさんで、これ初をポンしますよね。まあさすがにこれ泣きますね、うん、はい。これ何切るんでしょうね。まあ、パスを切るのが結構あのドラターツの両面固定が普通なんですけど、まあそうしましたね。うんうん。一旦6ブロックに受けてと。うん。脇はこれはどうするんですかね。ああ、先に急走切りました。はい。ラーメンさんもこれイーシャンテンですね。ですね。うん、両面と。リャンソーとウッパーピンチピンのイシャンテンです。はい。まあ、こうなるとなんかラーメンさんが一番早そうですね、うん、なんか早そうですね。お、うん、てんこ盛りもこれで追いついたが、ウソを先処理しないとリャンソー残り、あ、ね、あ、リャンソーにが埋まって、はい、埋まってウッパーピンの筋シャンポンと。うんうんうん。これ脇何切るんですかね。現物は
なし。じゃあ言わんかしゃかな。そうですね。お、言いそう。言いそう。二打目の三蔵を頼りに。早いからってことですね。うんうんうん、はい。手配の形をキープ。おー、ウーピンパーピンションポン一発つも。リーチ一発つも。赤ドラ、花、羽マンの一枚。なんかこの人たちは一発とかドラ多くないですか。もしかして、全員持ってる。全員。全員ついてる人。これ豪運対決、豪運対決ですかね。実はなんかさっきまでのキジョン・ネルソン・キリュウ・ゴマシオがなんか技の対決みたいな。そうですね、こっちはなんかあの運の対決。そう、まあまあちょっと運の対決っていうとちょっとあれですけど、うん、でもなんかそういう感じの。そうですね、ええ、ちょっとあの技術対運みたいな感じですけど。怒られそう。まああの配信を見ていただいて、あの苦情は一応受け付けます。はい。あれみんなあれですかね、ちゃんとしっかり考えてね。まあもちろんね、打った結果なんか豪運が割歩しているという。そうですね、感じになっておりますが、さあ今回もその豪運対決にふさわしいようなドラがウーピンです。今のところウーピンはてんこ盛りさんと脇さんに1枚ずつと。はい、うーん、2番なんかつもぎりそうですけど、お、なるほど、どうせあんこになるでしょと。数あんこに、そう、あ、豪運ですからと。まあ豪運は数あんこになるでしょうね。そうですね、はい、まあ、白ぼっちも積もってくるぐらいの運がありますと。そういうことですか。脱毛だけど白ぼっち。これ脇の構想は E1 ウーピンって引いて数あんこですね。おお、なるほどなるほど、うん、まあね、なんか E1 さえ引けちゃえばあとは統一作ってどうたらこうたらみたいな。そうですよね、結構なりますよねあれ、数あんこ。なんならイースソのターツも払いたいぐらいじゃないですか。ほんまでっか。もうね、イースソも払いたい雰囲気出てますけど、はい。さあ、そして手配が横に伸びていていいのはこのてんこ盛りとラーメン太郎丸、まあラーメンさん、はい、2人ともいいシャンテンですね。なんですよね、ちょっと、あ、感知室を失敗しました。相手、まあまあこれはあの豪運につきしょうがないと。うん、まあまあしょうがないと、はい、言わんこればいいんでしょと。お、あ、ほら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 、そういうことですよ。いや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 、そういうことです。いや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 、そんなバカな、そんなこと。ほら、え、レアンズを切る。ほら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 、ほらほら、数あんこしか見てないじゃない。俺は豪運だぞと。半端じゃない。まあチートイドラドラでも一応いいしみたいな。あ、でもこれどうするか、まあ一回なんでね。まあそうですね、はい。さあ、てんこ盛りテンパイだ。お待たせしました、スッチーピン先生リーチ。 E1 はションパイですが行きました。はい、行っている。ガッ、これはさすがに E1、 E1 ですか。 E1 しか取ってないですね。さすがにね、うん、さすがにね、 E1 切っていきます。あとはラーメンさんが追いつくかどうかですね。はい、脇はちょっともうちょっと時間かかるんで、これ。うんうんうん。数ピン1枚回収。花灰を1枚抜いて、てんこ盛り。おお、ダブドラのウーピンをつもぎり。脇はこれはチーピン引いたら、3ピンと、三層のシャンポンになるんですかね。ああ、シャンポン、さっきラーメンさん、テンパりましたね。ハクとパーソンのシャンポン待ち。ハクとパーソン、場に1枚ずつ切れている。うわーという感じの脇。脇、安牌がないんじゃないですか。まあ、ないで、とりあえず9ピン打つんじゃないですかね、とりあえず。9ピンは、先行リーチには通ってない。そうです。おかけの親に通っている。そう、親に打つ方が良くないんで、9ピンを目をつぶって打つような気がします。9ピンか。うん、パーピンどうすか。パーピンって通ってるんですか。いや、まあ通ってないですけど、休めワンチャンスみたいな。ウーピンはあれなんですよ、先行リーチは通ってるんですよね。9ピン切るような気しますけどね。あ、9ピン、ラーメンさんはあと白が1枚だけですか。白が
はい、そうですね、はい、パーソーが1枚使われてて1枚切れてるので。あー、パーピンだ。パーピンいった。あ、3層通った。いけるんじゃないですか、脇。あ、3ピンも通った。あ、もう何でもいける。全部いける。追いつくぞこれ。幸運が追いつくか。スッチーピンもハクも、もちろんまだ山には残っている。どうよ。ただこれ切っちゃうとパーピンとか行くんだったら多分ハクも打ちますね、これ脇。自分で1枚切ってるんで。あー、確かに、うん、止まらないと思いますね。ええー。まあ、急走は現物だから切るでしょ。そうですね、急走は押せそうです。うん、さあどこ行ったハク。スッチーピン、ハク強っ。強っ。リーズもハク、赤赤ドラ、おー、しっかり裏を乗せて花一枚、バイマンになっていく。やっぱゴール対決。ゴール対決ですね。これゴールですね。で、1枚ずつ切れてるシャンパン積もって裏乗ってるんですよ。さすがです。さすがです。やっぱラーメン食べた方がいいのかもしれないな。なんかラーメン推しになってきてますか、この配信。大丈夫ですか。やっぱりね、でもなんか高カロリーなものをたくさん食べてる人は、うん、ね、太いイメージありますよね。そういえばラーメンさん、なんか体重100キロ超えてるって言ってました。おお、さすがです。うん、そういうツモしてますもんね。僕半分くらいしかないから羨ましいな。またいいですよ。うーん、ラーメンさんの手が相当良くないですか。ですね、はい、他の2人がかなり形悪いんで。またレンチャンか。うん、ペイが分散してますね。ということは脇かてんこ盛りさんからいずれペイが打たれるんで、その時にまあポンをしてっていう感じですか。おお、伸びる。おお、なんならこれペイポンしなくてもいけちゃったりして。さあペイ出ました。泣いた。これは仕掛けていく、うん、盤石のイーシャンテン、ドラ3枚なので満貫は確定しています。これめちゃくちゃ広いイーシャンテンですよね。受け何ですかこれ。総図1から8まで OK で、ピンズの2から6まで OK です。数字大体テンパイじゃないですか。そうですね。うわぁ。何種類ですかね。何種類ですかね。8、うん。もう良すぎて。ちょ、良すぎて。まあ大体半分くらいはテンパイですね。あ、でも、あ、両層テンパイになりましたか。はい。はいはいはい。ちょっと意外なテンパイですが、これでももちろん十分です。満貫ですね。はい。うん。一応まあこの先もまあ手代わりがあって、チーソー引いたら今度リアムパーソンの3メッチャーになるとかですかね。うんうんうん。ああ、サンゾーアンコ。ただこれ、これリアンゾー、リアンゾー危なくないですか。リアンゾー当たりですね。サンゾーアンコだとほぼリアンゾーが出ていきそうな感じになっている。てんこ盛り大丈夫か。うん、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 ああ、ポン、ああポンですね。ああ、じゃあリアンゾーで。じゃあリアンゾーですね。ああ危ない。おお、これはラーメンさん、またしてもペードラさん、満貫の一本花上がり、ダントツになりました。これで持ち点10万点オーバー。てんこ盛りが厳しい、残り3000点。これでもあれですか、あの2人が強運なんで、実はてんこ盛りさんが運負けしてるみたいな。運負けしてる。割を食っている。割を食ってる。なんということだ。こんなんと対局させられた。またいいですよ。いや、これはもう幸運の波でさらわれてしまうのか。耐えろてんこ盛り。照射輪ドラドラみたいな形が見えますよね、普通の本一でも十分ですよね、この。で、てんこ盛りさんはもう飛びたくないからもう全力で流したいんですけど、一貫戦手が、あ、え、何引きました。照射輪、え、ペイじゃないですか。照射輪ドラドラ、ドラドラの、でもこれペイ浮いてますけど泣くんですかね、これ。あー、どうなんですかね。照射輪のイーシャンテンからメンツテのリャンシャンテン、あ、出ました。関係なし、イソタキヤバすぎる。これ筋引っ掛け、え、イーソー3枚やばい、あ、やばい、打つかも。いやいや、とりあえず裾打つんじゃ。いや、裾を切ったら壊れちゃいますよ、もう。まあ、さすがにでも。あ、トンね。うん、とりあえず。なんかすごい嫌がってますけどね、トン切るのも今。ねえ。あ、イーソーまた来た。あ、イーソーやばすぎ。
イカペーで、いやこれはどっちが打つかで言いそう。そうですね、脇は どこで出るかですね。あ、これ危ない危ない。9万9万あ9万9万があってよかったね。はい、これ裏でトリプルですよ。トリプルって日本馬ですよね。やばいですやばいですやばいです。3万8000点やばいってこれは。てんこ盛りも危ないよ。まだ白ポッチもしかも生きてます。積もったら本当に。ついてない白ションパイいけない。あと1枚ですか山には。はい、1枚と白ポッチが1枚と。いやーこれやばい、言いそう。いやとりあえず白から行くんじゃないですかね。いやでも同条件じゃないですか両方ションパイで。まあ確かに確かに。イソハシロも天才今見てますね。いやー振って大丈夫なのか、現物ベタ抜きするか。順目が早すぎるんで、言いそうだけが危ないとも言えないですしね。白一回耐えた。だが次だ、脇風前の灯火。あ危ないですよこれ、進むと危ない。あー終わった。いいそうだ、なんと開かれた手配。裏裏だと裏どうだ、裏のずリーチ勝者人ドラさん倍満で止まったが24,000、26,000。ゴーン対決を制しました。制したのはやはりラーメン太郎というかラーメン太郎丸の豪運恐るべし。また手めちゃくちゃいいんですよ。あめちゃくちゃいいですね。もうそりゃそうでしょう。もう驚かないですよ。豪運を制したんですから。ええー、もうこれ二人飛ばしです。もうこれもう最終局です。二人飛ばしです。3,000点と14,000点。はいはい。で三ボンバー。はい。もう倍積もで終わりです。はい。うん、二人飛ばし。ああ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 、これ初も出ますからね脇から。まあ別にね普通の1000オールは何千オールみたいなので。あドラも引きました。ああもうこれ初っていけますよ。出したら E スピン6級ピンウパスを引いたらだって初っていくんじゃないですか。普通にピン不景になるし。まあ確かに、うん、なんかそうなりそうですけどね。なんかそうなる気がしてます、はい、まあ脇の初が出るかその前に。ただ泣かないもありますよこれ。泣かないですか。いやなんかどうでしょう。まあ豪運信じてるのは泣かないですけど。豪運信じてる人は泣かないでしょうね。常識的にはポンのような気もしますがね。確かに積もったら終わりですし。うん。あそうですね、うん、ええー。あとはターツをどう選ぶかみたいなとこですが。はい。あ、泣ける形にしました。じゃあこれはポンしますね。これはポンですね。酸素をあんこで使ってピンフをつけないっていうことであれば泣く。お、あんこにした。お、あんこにした。ご運、こういうことか。こういうことか、ご運って。いや恐れ入った。なるほど、まさかそうか、あんこになるパターンがあったか。これはキハッツ打っても大丈夫なんだけど本人はまだ泣かれると思ってるからギリギリまで引っ張ると。これはもうテンパってリーチですね。あはいはい、そういう感じですね。ですね。はい。脇の手もいいんだけどな。これちょっと最悪なシナリオちょっと言っちゃっていいですか。はい。あの脇がイースチピ先引いて初短期でリーチとかしたら地獄です。もう終わりす。そんなそんな未来はないですか。ないですか。ああここで初だ。これで大丈夫です。回避。回避ですね。よかったよかった。そんなことはまあ脇も幸運ですからそんなことにはならないですよ。受けが広いのは脇だぞ。おおすごい、はい引いた。サブロッソリーチです。サブロッソ、あれちょっと待ってください。酸素あんこです。え全然ないじゃないですか。全然ないです。ロッソドラ表だし。あえサブロキューピンか。あでもこれドラ切れないからロキューソチーソでオープンするんじゃないですか。オープンリーチそうですけどね。サブローキューピンにしないと思うんですけどね。確かにローピン宣言牌ですし。ああこれオープンするんじゃない。リーチだ。あオープンはしなかった。まあ普通のリーチ。なるほど。ローキューチーソー、いやローキューチーソーが圧倒的に有利だ。というかサブローソーがもう本当にローソー1個くらいしかないんじゃない。
これ合運が試されますよ。そうですね、これローソー引きがったら和気本物なんですけど。なるほど、そうだよね、ローソー、そうですね、ローソー1個しかないですね。確かに普通はローキューソーチーソー勝ちそうですね。ええー、ただ未来としてはラーメンさんが追いついて追い越すもありますけどね。ああサブローキューピンだと上がってたけど、まあ無理ですね。まあまあまあ無理そうですね、ドーナチーソー押さなきゃいけないし。あ、パーピン通りました。あ、え、パーピン切らない？ん？パーピン切らないか。パーピン切った方が広いんですけどね。うんうんうん。花抜いて。花を抜いて。雀荘がどの道通ってないから、あ、ここでギブアップですか。あと一周ですかね。さあ花抜いて。あれ、そういや白ポッチっていそうだな。ああ、急走。メンピンドラドラ。裏。裏。マンガンの3本馬です。3本馬11000点。今度は飛ぶ対象が、てんこ盛りさんから脇に変わりました。うん、そうですね、残り2000点。子供の13000でも飛びです。上がるしかない。さあ幸運を見せられるか。お、なんかそれっぽいっすよ。それっぽいですね。他2人が、あ、でもてんこ盛りさんも悪くない。うん、かなり良さそうです。リンシャンハイが重要。あ、まあ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 、相撲次第ですか。ラーメンさんは、あ、ラーメンさんいいですね。ラーメンさんいいですね。横に広がっている。てんこ盛りさん、あれ9の3色同行とかないですか。9もちもちなんで。あ、じゃあないや。なかなか。まあ珍しいですよね。見たいですけどね。うん。これ9ピン打つか9アン打つかどっちかですか。うん、まあ確かに。いやでも3色同行があるから。9ピン打つか。ないか、ないか、ないか。まあまあさすがに。そんな役はないですね。すみません。まあ、役はあるんですか。あ、役はあるけど。狙わないっていうことです。うん、現実に行きました。うん、9アンの統一落とし。でもこれ他2人がこうやってもたついてる間に脇が追いついて追い越すも実はあるんですよね。あー、9番、あー、いってー、このパターンね。捨て牌にマンズが5枚並ぶ。ただもうあれですね、ラーメンさんがもう盤石のイシャンテンですね。うん、ラーメンさんが上がりそうな気配がしてます。お、てんこ盛りチートイツのイシャンテンになったぞ。うーん、難しいですね。チートイツに決め打っていいのかみたいなね。これ天秤ですね。まだメンツテとの、うん、うん、いや脇は進まない。ラーメンさんがもうポンもできる両面両面だとシャンポンの完全イシャンテンですので、ええー、ちょっときついですよね。あ、もう脇はあれですね、もう3層の2度受け無理だっていうことで崩し始めましたね。うん、あ、チートイツにてんこ盛りさんは決めました。うんうん、あ、先輩リーチと、リーチだ、はい、さあ絶対に降りられないリーチ、一発キャッチ。とりあえず一発でまあスーチーソー打つことはないですが、スーチーソーってどうなんですか。チーソー全部いません。チーソー全部、チーソー3枚、うん、スーソーが1枚、4枚山、あ、掴んだ、あ、掴んだ。だからこれは掴みすぎて耐えるか。どうせならもう何枚か掴みたいですけどね。その通り。チーソー引いたりしたらね、多分、あ、これでだからチートイツで粘るとかありますけど、ただピンズは E ピンしか通ってないと。じゃあ E ピンか。うん、チートイ粘り、これチーソー重ねたらありますよ。うん、これは何切るんですか。とりあえず E ピンですか。現物。なるほど。じゃあ細い糸を渡り切れるか。なんと、これ嘘短期じゃないですか。三ピン短期、嘘短期、嘘一山。3ピンは3ピンも1山。嘘だ、リーチ。さあ回収したか。スッチーソー、ウーソーはあと1山、スーチーソーは何枚でしょう。1枚ずつですね。ああ、なるほど。で白ポッチがないんで純粋にめくり合いですね。2対1、2対1、勝ってみろ。豪運、豪運、自称豪運勝てるか。自称豪運 VS 元ラーメン屋店主。
どうですかね。いやーこれは、まあ、普通に考えたらね数値理想があの勝つんですが、まあ確率はそうですね、ちょっと確率ではちょっともう測れないので、このめくり合いはわきが念を込めて積もってますね、祈るように。流れないよ。さあどうだ。いやこれワキスッチーソー掴んだらね、まだあれですけど多分相当叩きつけると思いますよでしょうね、大体当たりっすからねこれ、まあ、大体当たりだと思ってるでしょうね。それもなんかちょっと見た目はある。さあどうだ。うおー、あぶねー、隣です。あぶねー、あ地層減った、1対1、1対1、ゴブだ。わかんない、これはもうこれはわかんないですね。これワキ勝ったらすごいですけど、どうなんでしょうか。どうだ。ただてんこ盛りさんの追いつきもあるんですよ。あ、ほら、なくなった、追いついた。ほらだって、トンとキューピンってリッチいきません、これ。トンとキューピンはローピンって通るんですか。いやローピン通んないんですけど、通んないが、まあ、通るかどうかわからないんですが、まあまあまあ、結構これ考えてるってことはいきそうじゃないです。トンがバイチー、キューピンがションパイ。あー、トンだ、回るんだ。まあ打って飛ぶわけにはいかんか。なるほど、一回迂回。さあそして、ただこれ、はい、嘘なくなりましたよね。嘘なくなりました。もう残り数層1枚です。じゃあラーメンさんの勝ちしかないんですね、基本的に。引き分けか勝ちか、はい。ワキの勝ちはないんですが、ああほらほらほらもう投げましたね。さあリーチや赤い位置、2000点は全然、いや2000点しか持ってないんで、はい、あ もうもちろん飛びです。はい、飛びですね。最後制したのはラーメン太郎丸。まあ運対決はラーメンさんに分が上がりましたね。ぐんぐん軍配が、はい、上がりました。いや見せてます、見せてます、この数層当たりだよさあ非常に非常にエレガントで面白い試合になりましたが、結果をおさらいしていきましょう。トップを取りましたのはラーメン太郎丸、13万点台の大きなデカトップになりました。うん、2着滑り込みましたてんこ盛り、1万点台ですが、飛び寸から考えたら立派な成果でしょう。そして3着はワキ、ワキはねプラスポイントを十分持っていた状態ですが、ここで3着3着ということで、うん、少しブレーキかといった感じの11回戦になりました。さあ加藤さん、今の試合ご覧になっていかがですか。いや、やっぱりラーメンさん、ずっと麻雀今見てますけど、ええ、息っぷりもいいですよね。うん、なんか全然もう緊張はどこに行ったかっていう、もうないっすね、全然ね、もうすごいしっかり戦われてるんで、ええ、これは全然決定戦もあるし、まあ、もしダメでも残留も可能性高いんじゃないかなと思います、うんうん、はい、はい、初 A1 参戦ながらしっかりとした戦いぶりを見せていますラーメン太郎丸さんでございます。さあというわけで、11回戦の対局は以上になります。次回12回戦も、この3選手の対局をお届けしていきたいと思います。それでは放送はこの辺で1回締めさせていただきます。次回また12回戦でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。